皆さんこんにちは、ウルトラくんが行く経営者 TV のお時間です。この番組は事業の発展、経営者の活躍の背景にはその人が大事にする生き様がある。ウルトラくんこと私が主に福岡県内で活躍し、業界の最先端で活動する経営者を徹底的に掘り下げる番組です。私の自己紹介をさせていただきます。株式会社リブラットにて代表を務めております。2022年末にオープンした役員店を皮切りに、大堀公園店、赤坂店3店舗のパーソナルジム、ウルトラメンテナンスを経営しております。現在すべて満席で、紹介のみの予約受付で対応しております。その他にも事業構築のコンサルを25社ほど手掛けておりまして、経営者と会社の健康を守るプロフェッショナル集団を率いております。ウルトラくんというのはですね、ウルとトラというニックネームからついておりまして、営業マン時代、後輩が何でも販売してしまう私に対して、セールスモンスターとかですね、セールスタイガーというあだ名をつけて面白がっておりました。当時のお客様は僕が前に来るとまた何か買ってしまうと思ってしまっていたそうです。現在は商品設計や事業構築、セールスや次回予約のコンサルでそのルーツを伝授しております。インスタグラムで満席を作る店舗の秘訣の公開を始めておりますので、よかったらフォローしてください。それでは本日の経営者 TV のゲストをご紹介いたします。今日もイケメンの人がやってまいりました。悔しい恵比寿崎俊幸先生でございます。どうぞ拍手です。パチ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 。はい、前回も中田先生という方をですねご紹介したんですけども、大変な反響でございまして、イケメンですねって、野田さんの周りはイケメンが多いんですねって、野田さんはみたいな感じで僕はずっと思ってるんですけども、はい、今日もイケメンの人を連れてまいりました。カウンセリングや、コーチングの、事業を、されている方なんですけども、実際に、いろんな方にこうマンツーマンでしっかりとその伝授しているような、そういうお仕事ということでよろしいですか？はい、そうです。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんでね、もうこの見た目だけでですね、カウンセリング受けたいというふうに思うんですけど、とんでもございません。皆さん技術の方がすごいんです。はい、騙されないでください。はい、そんな感じでですね、先生のことを少し掘り下げていけたらと思います。はい、ではちょっとスライドの方を注目ください。はい、心の調理師、カウンセリングコミュニケーションの講師ということで、あなたの一番の理解者。お、なるほど。歯科の業界が長いんですね。20年以上、はい、ご勤務されていて、はい、その他に、1000人以上の方の、カウンセリングサポート、ということをやっていました。ちょっとお伺いしたいんですけども、結構その歯科のお仕事って結構細かい仕事が多いじゃないですか。はい、その中で人材育成側に最終的には管理者側に回って、そこで結構コーチングを学ばれたと聞いたんですけど、 そこをちょっと教えてもらえますか？はい、歯科業界、僕歯科技工士っていう歯を作るお仕事をさせていただいてたんですけど、うんうん、まあ、その中でやっぱりこうどういう仕事、結構歯科技工士で物を作るっていうイメージが多いんですけど、どうしても先生とのコミュニケーションだったり、衛生士さんとのコミュニケーションだったり、うん、そういったその関わり、うん、コミュニケーションっていうのは結局やっぱり欠かせないものだったので、まあ、僕自身もコミュニケーションをすごく学んで、うん、だから最終的には野田さんのおっしゃる通り人材育成に回っていったんですね。でそこでカウンセリングやコーチングを用いて、その部下、スタッフがどうやったら生き生きと仕事をしていくかっていうところを引き出しながら、楽しい幸せな、職場作りを心がけてました。うん、なるほど。はい、もう現在はそれがもう構想して、もう自分でも独立までしてしまったということですね。そうですね。カウンセリング大好き人間ということですね。そうなんです。あ、そうですか。はい、素晴らしいですね。はい、で他にもですね、子育てとかそういうのも今ね、先生の、SNS とかを見ると可愛いお子さんたちがですね、はい、一緒に先生に似た笑顔を。そうなんです。いつもだいたい電話とかするとですね、今ちょっと家族と出てますとか言ってですね、はい、まあ、子供のパパでもありイケメンでありカウンセリングができるっていうふうに思うんですけど、はい、そんなこと言ってたらね、はい、いけないですね。やっぱり女性の方が多いんですか？そうですね、9割ぐらいは女性の方の、そうですか、はい、サポートをさせていただいてます。そうですか。声がまたなんか落ち着きますよね。ありがとうございます。はい、ぜひ先生のカウンセリングに受けたい方はですね、この後しっかり、見ていただけたらなと思います。次のスライドね、他にもいろんな方が、受けていただいていることもあるんですけども、こういうふうに小規模ながらも、はい、いろんな、あ、男性多いじゃないですか。
そうです。この時はですね、本当にたまたま半分が男性で、はいはい、そうですか。でもしかも年齢もしっかり、あの大どっかの社長さんがぐらいの方が経営者の方もいらっしゃれば、はい、営業の方もいらっしゃったり、はい、そういったこう人材育成をされている方、はい、まあ、あとは子育てをされている方、はいはい、あのいろんな方がいらっしゃいますね。まあ、万人に必要なノウハウスキルを提供しているということですね。はい。そんな、先生がですね、まあ、心を、整えると人が変わるということですけれども、心を整えるっていうのが結構先生の中ではよくフレーズとして出てくるんですけど、はい、それは具体的にどういうことなんですか？心を整えるっていうのは、その、まあ、心っていうもの自体が目に見えないものではあるんですけど、うん、でもその心が落ち着かないとかって、こう何か心というものを具現化したフレーズで喋ったりすることって多分多いんですよね、うん、そういう意味合いで、まあ、心を整えていく、落ち着かせるとか、うんうん、まあ、あとは余裕がない時に余裕を作っていくとか、うん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 、そういったイメージで、うん、あの心をしっかりと自分が自分でコントロールできる状態にしておくと、きっと人間関係も仕事も恋愛も、うん、あの全てがまるっとうまくいくと僕は思ってるんですね。聞きました。まるっとうまくいくそうですよ、はいはい、もうまるっとうまくいかせたい人は先生にぜひ相談してくださいということですね、はい。そして、先生がですね、人が動く、私がテンションが最も上がるというその瞬間は、どんな時ですかということなんですが、どんな時ですか？僕がですね、心が動く瞬間はやっぱりその、あの、まあ、カウンセリングもしかり、あの講座もさせていただいてるんですけど、うん、その受講生さんたちが、うん、その自分の本当のその心だったり、うん、その気持ちだったり思いだったり、そういったものに気づいた瞬間に、うん、そのうんと、そうですね、表情の、うん、曇りが晴れるような、うん、パッと明るくなるみたいな、そんなイメージです。あー、いいですね。もうそうなるとその表情も変わるし、笑顔も変わるし、うん、声も変わっていったりするんですよね、うんうんうん、そうするとですね、あの自然とその人の周りの人生とか、その人の生き様っていうのは全部変わっていったりするんですよ。すごい。その瞬間がもうたまらないですね。立ち会えると、あ、はい、それは確かにテンション上がりますね、はい、僕もそういう、ね、事業の相談とかを受けている時もそう思いますもんね。そうですよね、はい、いいですね。それは非常によくわかります、はいはいはい、顔は全く共感できないはい、すいません、はい。ですね、それで先生に実際じゃあ相談をしてみようかなと思ってまして、実は私のですね友人で、実はあのカウンセリングをなんか希望している人がおりまして、はい、ちょっとこれあの男性の目線で恐縮なんですけども、実はこれ相談者は女性なんですね、はい、女性であの子育てをされている方なんですけども、うんうんうん、はい、旦那さんにやっぱりちょっとこう、うん、なんか言いたいことが言えない、うんうん、30代ぐらいの女性の方 で、はい、お子さん2人いるんです。2人に対してですね、ちょっとね、逆にそのストレスなのかきつく当たってしまって、で子供たちがこうあのしょぼんってしてるのを見て、うん、私自身もすごいこうなんか自己嫌悪を陥って、これこのループってどうしたらいいんだろう、人の目は気になるし子供には八つ当たりするし、私ダメだなっていう人がいるんですけど、なんか いい方法ありますか？はい、まあ、あの言い方悪いですけど、まあ、よくあるパターンだったりするんですよね。あ、そうなんですか、はい、結構そういったあのご相談って僕もあの受けることって多いんですけど、やっぱり最終的にこう自分を責めちゃうっていうことがあるんですよね。その方もそうですね、はい、であのおそらく多くのパターンにおいては、そのご両親、まあ、特にあの一番関わってくるのってお母様だと思うんですけど。そうなんですか。その方、その野田さんのおっしゃってるその相談者の方のお母様との関係性に多くの場合は鍵が眠ってたりするんですよ。へえ、お母様ですか。はい、で結構あの僕コミュニケーションって遺伝すると思っていて、はい、あのコミュニケーションって僕たちあの学んでこなかったんですよね、うん、もうおそらく物心ついた時には僕たちってコミュニケーションを取ってるんですよ。つまり誰かの真似をして自分のコミュニケーションっていうのを作り上げてるんですよね。で、あのこの義務教育の中においてもコミュニケーションをするこう、ね、授業とかっていうのもないじゃないですか、はい、つまりコミュニケーションを学ばずに僕たちは大人になってるんですよ。確かに。ということはあの
小さい頃に無意識に教わった、あの真似をしたコミュニケーションをそのまま引き継いでいってる、うん、これが僕コミュニケーションが遺伝していくっていうふうに表現してるんですね、はいはい、でそれが結果としてあのお母様との関わり、例えばお母様とその旦那さんですね、うん、の関わりとかそういったのを見て育ってるんです、うん、だからつまりその相談者の方も、うん、自分と旦那さんとの関わり、うん、もしくは自分と子供との関わりっていうのも、うんうんうん、多くの場合にお母様とが自分に関わってきた方法だったり、お母様が旦那さんと関わってたその関わり方を知らず知らずのうちに真似してるっていうパターンが多いんですよね。へー、そうなんですか。ちょっと今鳥肌が立ちまして、その方ですね、お母さん結構厳しい人なんですよ。あ、そうなんですね。はいはい、厳しく育てられてるような感じ、うんうんうん、あのちゃんとしないといけない、料理もできなきゃいけない、はい、掃除もちゃんとしなきゃいけない、ちゃんと あのお迎えできるように、はい、旦那さんをっていうふうに、はい、お母さんから結構厳しく言われてたことはあったらしいですね、はい、まさにそれですか。そうですね、はい、でそうなるとその相談者さんのお子さんが今度は大人になった時に、うんうん、同じような。そうなんですよ。わー、コミュニケーションは遺伝する。はい、なるほど。そう、僕はこれを断ち切りたいと思ってるんですよ、はい、だからこういった学びをお伝えしていたり、はい、その学んだ人が変わるからその次の世代は必ず変わっていくんですよ。重要なターニングポイントに立ち会わない感じですね。そうです。これっていうのがあの今子育てのね、はい、あのフェーズでお話をさせていただいてるんですけど、これ人材育成とかでも一緒でですよね、はい、結局初めての上司って僕たちこうすごくあの尊敬してその人についていくじゃないですか、はいはい、で結果としてその人の真似をして僕たちってその、うん、今度は部下に関わっていくんですけど、はいはいはい、同じ関わり方をしてるっていうパターンが結構多いんですよね、うんうん、そうですね、はい、あ、これはあのぜひ皆さんあの一度はあの恵比寿崎先生のカウンセリングをお受けになられた方がいいと思います、はい、無料で受けることもできるということなんですが、ちなみにどういう講座があるのかと言いますと、ちょっとスライドをパッと見ていただいて、はい、かけがえのない仲間と時間を過ごす、これはあのオンラインサロンですね。あ、そうです。自分自身をこうすごく見つめられるオンラインサロンということと、はい、あとはその自分本来の自分に気づき生きづらさを手放していく、まあ、先ほどのようなケースなのかな、寄り添い力講座というのをやっていて、さらにあのその対人に対して大事な力をで、大事な人を救っていくっていう観点からカウンセリングですね、先生 あのやってることを実際に あなたもできるようになりますよという実践の講座もやってるということですね、はいはい、で、こういうふうに話の聞き方や、伝わる伝え方、認知の変え方、各国の紐解き、心得、いろんなことあるんですね。そうです、はい、で実際に受けられた方もいて、あ、はい、この方感情が左右されない過ごし方ができるようになりました、はい、まさに今の方ですね、捉え方がこうガラッと変わって、はい、最終的に人生の見方、それからこれからの人生の向き合い方が変わるということですかね、うん、そうですね。この方もそんな形だったんです、はい、やっぱり自分の心がこの世界を作ってる、はい、自分の見方や受け取り方が全てこの世界を作っていると僕は考えているので、はい、そこを一気に変えていくことによってその人の人生っていうのは、もうその先一歩踏み出した瞬間からすごく明るい世界に変わっていくと僕は思っています。メガネをサングラスのようなメガネを取るような、そんなイメージですか。そんなイメージです。そんなイメージです。素晴らしいですね、はい、ぜひご自身のですね、結構かかってる人多いですよね。私もあの事業相談とかをさせていただくと結構思い込みがあって、はい、いやこれはできないとか思ったら、いやそんなことないですよっていうと結構パッと、はい、あ、そういうことかとか、はい、簡単ですかね、気づきさえすれば。そうです、気づいてないんですよね、メガネをかけてる。そうですね、はい、はい、ということで、はい、ぜひ先生のですね、カウンセリング、注目でございますが、今はですね先生の方でこういう講座ももちろんそうなんですけれども、実際にどうやってその、皆さんの心の向き合い方、捉え方を変えていけるかというのは先生が今無料相談です。何名からですか。3名ほど、はい、3名まで、はい、毎月3名までは、無料相談、受け付けますということと、あと逆に先生と、連絡を取りたい場合はどこでアプローチをすればいいんですか。はい、いろんな SNS でさせていただいてるんですけど、うん、TikTok とか Instagram とか、うん、はい、そういったものからご連絡いただけると、まあ、特に Instagram からご連絡いただけるといいかなと思います、うん、
いろんなね、あの今やってることだったりとか、はい、今大事にしてることとか先生が、ね、インスタグラム結構語ってますもんね、はいはい、まあ、じゃあそちらも見ていただきながら、うん、先生のカウンセリングをぜひ、検討していただけたらと思います、本日は恵比寿崎先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。